妖魔軍に囲まれていたジャンヌ・ダルクを連合軍は救出、彼女を味方に加えることができた。連合軍がオーディンの領地を相次いで奪取したことで、彼の魂やイグドラシルに関する秘密は解き明かされつつあった。だがそんな時、連合軍のもとへ孤立した味方部隊が襲われているという報告が入る。将軍たち精鋭は急ぎ救援に向かった。本隊に合流予定の別動隊が敵に囲まれたか。各地での転戦が仇となったな。兵を分けては括弧撃破の隙を与えることになる。いずれこうなることは君ならば予想できたのではないか。言葉もないな。妖精、なぜお前までここに。人間の命は小さく弱いもの。それを君たちがどのように救い出すのか見てみたいと思ったのだ。その口ぶりだとまた高みの見物を決め込むつもりのようだな。当然だろう。私はまだ君たちに手を貸すとは言っていない。その価値があるか見極めている最中なのだから。分かっている。お前の好きにするがいい。では私は行くぞ。長雲が一足先に救援へ向かった。急ぎ加勢せねばなるまい。長雲、腕輪に選ばれた人間か。それほどの者が先陣を切り救援に向かうとはとても興味があるな。先行した趙雲がすでに救援を始めているはずだ。我々も向かうぞ。私が行こう。私はひとまずここに留め、君たちの手腕を見極めさせてもらうとしよう。やはり妖精は見物を決め込んだか。熱いのはお嫌いで。まあいい、さっさと片付けるとしよう。私の矜持にも関わり、何としても兵の全滅だけは避けねばな。人一人の命など大義の前には軽んじられる。それが世のクソ。しかし彼らの行動は真逆だ。なぜそうまでして一平の命を救わんとするのか。皆諦めてはならん。全身あるのみ。助かった。このご恩決して忘れません。戦うぞ。はい、始めましょう。散らせるわけには。あの幻影、オーディンの力によるものか。やつも日に日に力を増していると見える。さてどうしますか。なんと勇ましき敵か。やつらを放て。敵を根絶やしにするのだ。趙雲、君はなぜそこまで必死になれる。一平の命など軽んじられるのが世の常だというの。彼らも志を同じくする大切な仲間、見捨てることなどできません。なるほど、それが君の信念というわけか。さてどう行きますか。行きます。
切っていくことを。はあ、これが一助となれば。頑張ります。見ていて。行くぞ。ライガ連弾。カヌ、前進あるのみ。頑張ります。さてどう行きますか。今日はもう勘弁してやる。これはジョーン様、お救いくださりありがとうございます。行きます。さあ、張り切っていくぞ。はい、はい、チラッと彼らには見どころがあるようだ。私が旋回から眺めていた人間たちよりずっと。うん、皆揺るがぬ信念と強さを兼ね備えている。だからこそこの異界に招かれたのだ。行きます。行きます。死がなすすべもなく負けると。ジョーン様が来てくれなきゃ今頃俺は。本当にありがとうございます。行きます。絶対行きます。天下無双、いい響きじゃありませんか。仲間を見捨てず守り抜く力か。彼らは思っていたよりも強い者たちだったんだ。行きます。撃ち取りましたよ。さあ、張り切っていくぞ。はぁ、知らせるわけには。行きます。レジオンの圧倒的な力だ。本当にありがとうございます。助かりました。行きます。一通り対処できたか。他に取り残されているものは。誰か助けてくれ。まだ孤立している味方がいたか。手の空いているものは救援を頼む。行っていく。手加減なしだ。熱いのはお嫌いで。私が行こう。全身あるのみ。敵長、私が行こう。我が手に光を。砲が連弾。勧誘だったか。もはやこれまでかと思いました。救援感謝いたしますぞ。全身が
士が行こう。前進あるのみ。この程度の敵に手こずりよって。おい、俺たちも出るぞ。カヌキの増援だと。ああ、もう生きては帰れないのか。カヌと振り立て。皆の道は超支流が禁飛百行。さてどう行きますか。行きます。行きます。もう取り残されている者はいないようだな。では我らも引き上げるとしよう。敵中に孤立した味方を全て救い出すとは、その手腕称賛に値する。敵は引いたか。なんとか兵らを守れたようだな。救援ありがとうございます。皆様のおかげで命拾いいたしましたぞ。それにしても趙雲様は本当にお強い。もうダメかと思ったところへ颯爽と駆けつけて敵をひとなぎ。いやー、大したお方です。俺、元の世界に戻ったらせがれに自慢してやりますよ。あの趙雲様が俺の命を救ってくださったんだって。趙雲か。確かに彼の働きぶりは見事だった。主力の一人でありながらおごらず、むしろ一兵の命を救うため敵陣に切り込む、その揺るぎない信念、立派なものだ。この異界で彼のような人間に出会えるとはな。妖精にああまで言わせるとは、さすがは超支流といったところか。ざっとこんなもんです。うまくいったみたい。おそらくオーディンは我らの動きに気づきつつある。別動隊が襲われた一件からもそれは明らかだろう。そうね、いずれ本格的に攻撃を仕掛けてくるはずよ。そうなる前に魂の在りかを突き止めないと。ならばもはや一刻の猶予もあるまい。早急に次の用地の調査に向かうべきだろう。必要な部隊と物資の手配は俺がやっておく。ガイア、お前たちはすぐにでも出立を。ねえ三成、次の調査にはあなたも一緒にいらっしゃいよ。いつも後方支援ばかりじゃ腕がなまるでしょ。何を言う、
後方支援とて重要な役目だ。大体俺は部働きよりも。つべこべ言わない。地母神ガイア様直々のご指名よ。来なかったらお仕置きだからね。なんだあれは、あの強引さ。誰かに似ているような気もするが、普通に迷惑なのだよ。